悪い子になる千代の王に対するみんなの反応。悪い子になります。何をする気だ。ご飯を食べたのにおやつをもらいます。お水飲むとき周りをびちゃびちゃにします。庭を掘って穴だらけにします。ちょっと思ってたのと違うな。夜更かしします。ティッシュを全部出します。ぬかるみを歩いた足で家に上がります。打鍵か。犬のしつけトレーナーを呼んでこい。とんでもない悪い子なのだ。トレーナーさんのサインを偽造できるようになります。おやつない時は聞こえないふりをします。お手の時左手を出します。首輪をつけてトレーナーと学園を回ります。シャワーの後体拭いてもらわないで歩き回ります。会長に逆らって作りたかった世界がこれなの？シリウス。犬の気持ちを定期購読し始めるシリウス。言うこと聞かない犬に見せかけてドット混じってるやんけ。ドットさん混じってんよ。おしまい、ドトウおしまい。シャトルは先に帰ったよ。願い子はどんなに頑張っても本物の悪い子になれないんだ。午後の紅茶を午前に飲みます。朝食リンゴヨーグルトを夕食に食べます。カップ麺の後入れ粉末を先に入れます。カップ焼きそばのソースを先にかけます。君だけちょっと毛色違くない？味薄くならない？薄いどころかなくなったわ。大人のふりかけを使います。朝バナナを夜に飲みます。ワンダのモーニングショットを夜に飲みます。綿棒爆発させます。綿棒爆発？しめやかに爆発資産。散歩行ってくれないと拗ねます。一本満足バーを両手に持って食べます。ランケーブルガジガジします。ウィンディちゃん障子に無理難題を押し付けます。やめるのだ。まあウィンディちゃんに無理難題押し付けたところで結局育成で苦労するのは自分だからセーフ。11月11日にロッテのトッポを食べます。11月11日に山崎ビスケットのピコラを食べます。これ丸善さんが見たらやんわりとガチギレしそう。ルドルフが冷や汗かいて止めるレベル。雪見大福を一つもらいます。ショートケーキに乗ったイチゴをもらいます。どけ、俺が悪い子だぞ。アルミホイル100回噛み噛みの刑。カーテンをガジガジ噛みます。いたずらっ子、純真、シリウスは新しい解釈だな。大いにありだ。誰か、トレーナーのサインの偽造、に突っ込みを。こんなシリウスも実装されてトレーナーに会ったら馬ぴょいしちゃうからな。ホームステイ先の犬にバンズに挟もうとしてたサラミ食われた時は悲しかった。同じ桜クラブの豊王先輩が血相を変えてシリウスの頭を張った滝に競う。朝昼晩や栄養ドリンクとミンミンダハ飲んじゃうもんに。夜更かしだって悪い子だからしちゃうもんに。朝帰りだってしちゃうもんに。主治医です、ブスー。一人？だけドットさん混じってない？ポジションを取られた気がするのだ。トレーナーさんの靴下を加えて話しません。ケンタッキーは骨ごと飲み込みます。キャベツを親の仇のように噛みちぎります。雨が降れば仕事もせずに、キャベツばかりをかじってた。トレーナーさんの手袋を片方だけ剥ぎ取って返しません。お野菜はシリウスシンボリさんに押し付けます。牧場の朝を夜に食べます。1.5 リットルのコーラを買った直後にキャップを捨てます。ワイルドなのだ。その後牧場入れてそう。1.5 リットルのコーラ一気飲みしてんだ。事例マジであるからマジでするなよ。マムシにちょっかい出して噛まれます。イッヌがフローリングに起こして、それをゴミとして感知したルンバが。ってのを思い出したわ。許さん、お仕置きだ。
ブラックサンダーを本命に挙げます。ワンコの必殺技といえば鼻ロケット付き。酢豚にパイナップルを入れます。天井以外ではトレーナーさんの手に入らないようにします。ポッキーのチョコついてないところを残します。寄ったトレーナーさんに外泊許可書にサインしてもらいます。悪さのレベルが違いすぎる。いつからここまでの憎悪を心の内に潜ませて、グラウンドに土俵を作ります。6月1日に千代の富士記念を開催します。すべての馬娘の髪型をウルフカットにします。ウルフマンのことを、力士マンって呼びます。花壇にミントの種をまきます。たわけ。悪さのレベルが高すぎる。女帝様がちぎれ不可避、お嫁に行けなくなるまで全身丸洗いされそう。芝に塩を撒いたらデキンになったでごわす。マックイーンさんのパフェをこっそり食べてゴルシさんの仕業にします。大切なものは、庭に穴を掘って埋めちゃいます。もう少しじっとしていてください、トレーナーさん。病気。大丈夫です。私、骨でも大喜びですから。風邪で弱ってるルームメイト相手に、お母さん、予備を要求します。トレーナーさんだけじゃなくてアルダンさんの顔もペロペロします。このサイトにチヨパンチを打ち込みます。そういやシリウスシンボリのシリウスって大犬座構成する星の名前よな、つまりシリウスちゃんもワンコ。F5 連打します。昨年、一昨年と勝利して今年も勝利疑いなしと言われた、史上初の3連覇がかかった G1 レースのゲート内でスタート直前に立ち上がります。お茶碗にご飯粒ついてても取らずに洗い流します。唐揚げに断りなくレモンかけちゃいます。今度の生徒会長選挙で爆心王さんに投票します。ピックアップが来ても出ません。なんか一打。千代ちゃんかわいいなぁ、引くか。育成シナリオは本当によくできてるからおすすめ。なんか今日千代ちゃんかわいいしか言ってない気がする。まあ性能はね。そういう言い方は良さぬか。場を盛り下げる天才だな。そんなもの、私の因子でこじ開ける。次にお前は、千代ちゃんかわいい、という？千代の富士かっこいい。空城城太郎も好きなスポーツ選手は千代の富士だしな。育成シナリオ良かった、丸善好きなら絶対やった方がいい。わかる、桜千代の王も好きになるし丸善スキー派より好きになるしでシナリオが倍以上くらいに楽しめた。千代ちゃんって絶対に M だと思う、CG の出来がいいし、声も可愛い、脇もいい、絶対領域もいい、ポーズが完全に犬。元ネタの元ネタ的には狼だぞ、千代ちゃんが狼とか最高だな。千代の王、あ、トレーナーさんが注文していた唐揚げにレモンかけておきました。お、気が利くな、マヨネーズかけてたら血を見るところだったぞ、俺の。よろしい、ならばクリークだ。これは悪い子。私は悪い子です、同人でよく見るセリフ。悪い子千代ちゃん爆誕か。エカワ千代ちゃん。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。